皆さん、こんにちは。国民民主党の玉木雄一郎代表は11日、自身の女性問題をめぐる週刊誌報道を受けて国会内で記者会見をしました。報道内容についておおむね事実だと認めた上で、自身の進退に関して代表を辞すかは仲間の意見を聞きたいと話しております。今回の不倫騒動が各方面に影響が出ているようです。そこで今回は不倫の詳細から、なんとあの石丸伸二さんへの影響、そして玉木雄一郎さんの今後の動向についても詳しく見ていきますので、ぜひ最後までご覧ください。経済系 YouTube チャンネルリハック、プロデューサーの高橋弘樹さんが2024年11月11日不倫スキャンダルが報じられた国民民主党の玉木雄一郎代表をめぐるワインバーでのデート当日について裏話を明かし、悲しみを綴りました。この日はリハックで玉木さん、石丸さんで生配信する予定の日でした。玉木雄一郎さんをめぐっては、週刊誌が11日に独占スクープ、玉木雄一郎氏、高松観光大使、元グラドルと隠密不倫デート&地元ホテルで仰せ、取材には家族との話し合いが終わっていないとのスキャンダルをウェブサイトで報じました。報道によると、玉木雄一郎さんは高松市観光大使を務めるタレントの小泉美雪さんと不倫デートを繰り返していたというのです。玉木雄一郎さんは同日記者会見を行い、報道内容についておおむね事実と認め謝罪しております。高橋さんは週刊誌の報道を引用し X で、10/30に玉木さんがワインバーに行っていた夜、この日はリハックで玉木さん、石丸さんで生配信する予定の日でしたと明かしました。報道では同日の玉木雄一郎さんの足取りについて、10月30日の深夜、日中の疲れを見せずパーカー姿の玉木雄一郎さんは都内のワインバーを訪れていたとしていました。少し前になって多忙につきリスケしてほしいと党から言われ、27日の総選挙で躍進したから忙しいんだろうなくらいに思って、いいですよとお答えしたのに、これはとまさかの理由での予定変更だったことが分かったと言います。地味にスタッフ抑えたり共演者のスケジュール抑えてたりするわけだし、基本性善説で生きているので結構へこみます、笑っとしました。今後も生配信の予定があるとして、高松市観光大使に負けないようにもっと強いメディアにならなきゃと思いましたし、政策の話はとても大切なので、11月下旬に2回いただいてるスケジュールはリスケキャンセルにならないよう心から祈ってますと綴り、なんならワインも用意しておきますと皮肉を言いました。番組の出演をドタキャンしてまでの不倫行為とは、これにはきっと石丸伸二さんも呆れてしまったでしょうね。仕事の合間に密会ならともかく、相手のある仕事ドタキャンして密会はちょっと社会人としてどうなのと引きます。不倫だけならまだしも、仕事に影響出てるのは良くないな、期待してたから本当に残念などという声も出ています。そして玉木雄一郎さん、この記者会見の冒頭で、家族特に妻には全て話しましたとコメントしております。報道陣からの質問の中で、10月30日に会うことは妻にも報告していたと明かし、11月8日以降不倫関係について打ち明けたと話しました。その後も7月26日に高松市内のホテルで会うことも妻に伝えていますと話しましたが、不倫関係を事前に伝えていたかどうかについては夫婦間の問題なのでと答えませんでした。玉木氏が選ぶ密会場所の関係からか、地元では以前から玉木氏の不倫関係が噂になっていたといいます。週刊誌は香川県の政界関係者からこんな証言を入手していました。地元で噂されていたのは、2人が高松市内のホテルに入っていく姿が複数回目撃されていたから、ただ警戒しているのか、いつも小泉さんがホテル近辺のコンビニなどに長時間滞在し、玉木氏がホテル内に入ると時間差で小泉さんも入る
という行動を見せていました。私も2022年後半以降にその様子を2回目撃しています。高松といえば香川2区選出の玉木氏の地元。なぜわざわざそこを大瀬の場所に選んでいたのか、政治関係記者がこう話します。総選挙後の11月2日、玉木氏は実家へ取材に訪れたマスコミに対して X 上で、実家には年老いた両親と妻が住んでいるだけですとお願いしていましたが、香川県内に自宅がある玉木氏は東京赤坂にある衆議院議員宿舎でほとんどを過ごしています。実は X でのお願いの時は帰郷していたのかもしれませんが、玉木氏の奥さんも普段は香川ではなく議員宿舎に住んでいますね。そのため香川に玉木氏が単身で帰郷するときは奥さんの目を盗むチャンスだったのかもしれません。実際に政界関係者の2回の目撃談も高松のホテル、そして週刊誌が目撃し写真に収めた7月26日のホテルでの大瀬も高松でのことでした。さらに玉木雄一郎さんの浮き足立った行動も週刊誌は確認していました。7月25、28日に地元での政治活動のため帰郷した25日夜に高松空港に到着すると、向かったのは高松市内のビジネスホテル JR クレメントイン高松でした。しかし26日に玉木氏がチェックインしたのは隣にある大型ホテル JR ホテルクレメント高松に変わっていたのです。名前が似ている2つのホテルですが、クレメントインに対してホテルクレメントは1泊1名あたりの料金が倍は違うと言います。高松駅前でひときわ目立つホテルクレメントは21階建てでオーシャンビューの部屋も揃えている高級ホテルです。地元の大きな会合などもここの宴会場で開かれていて、玉木さんもしばしば登壇してスピーチをしていましたねと高松市民は話します。そんな地元で知られた高級ホテルの JR ホテルクレメント高松に玉木雄一郎さんが泊まり直した26日は小泉美幸さんと逢瀬した日。よほど密会が楽しみだったのでしょうね。同日午後5時半に同ホテルに玉木雄一郎さんが到着しチェックインすると、時間を置いて小泉美幸さんがチェックインせずに玉木雄一郎さんと同じ高層階の14階へエレベーターで上がっていった姿を週刊誌は確認しました。11月7日、週刊誌は玉木雄一郎さんの事務所に質問状を送付し、その中でも25日に JR クレメントイン高松に宿泊し、翌26日にわざわざ JR ホテルクレメント高松に宿泊し直したことについて理由を尋ねたようですが、本人と家族との話し合いが終わっていないとして期限までに回答は寄せられなかったようです。また冒頭の会見でもその理由について言及せず、ホテルで小泉美幸さんと会うことは事前に妻に伝えていますとだけ話したのでした。こそこそと不倫逢瀬をするために地元へ帰っていたとするのであれば、妻への弁明はかなり大変だったことが予想されますね。多くの方の信頼を落としてしまった玉木雄一郎さん、ここからの挽回は相当厳しいものになると思います。玉木雄一郎さんの次の一手が気になりますね。そんな玉木雄一郎さんの政界での動きも注目です。玉木雄一郎さんはわずか28議席の野党第三党ながらキャスティングボートを握っていき健康でした。そこに不倫報道という冷水だほ突然浴びせかけられたわけです。代表続投は決まってましたが、今後どんな舵取りを見せるのか、年収の壁撤廃を錦の御旗に混迷する国政の主役に躍り出た玉木雄一郎さん、党勢を急拡大させた衆院選後初の国会でその存在感を確固たるものにするはずでしたが、降って湧いた不倫報道に出鼻をくじかれています。11月6日には玉木雄一郎さんの最側近である新葉和也幹事長が家族から女性秘書との関係を疑われていたという文春砲を食らったばかりで、野党関係者からは党のトップ2に女性問題が報じられ、庶民の壁を乗り越えられるのか
という厳しい声も聞かれましたが、今回のスキャンダルによる打撃は限定的だと見る永田町関係者は多いようです。楽観派が根拠とするのは次の5点です。 1. 女性に惹かれたというガチ恋告白と現段階で金銭が発生するパパ活との報道がない。 2. 不倫報道から3時間半後の迅速な会見。 3. 妻が許している。 4. 新葉幹事長が玉木体制を支えると明言した。 5. 国民党内で玉木下ろしの動きがない。ある野党関係者は玉木氏が掲げる政策への有権者の支持がある、手取りを増やすという政策への期待感信頼感が強いので、そこを実現していけば有権者の応援は続くのではと推測しました。与党自民党にとっては玉木国民の大失策だが、与党側が正面から問題視することはないだろうというのが大方の見方のようでです。そこには玉木国民の勢いが急激に衰えることはないとの判断があります。年収の壁撤廃などの目玉政策を実現すれば、今回のマイナスイメージは一気に吹き飛ぶ。その一方、不倫報道で表立った批判の声を上げていない与党がチクチクと恩に着せるのではと、静観の見返りを玉木国民に求める可能性もあるようです。大きな騒動となった今回の不倫問題ですが、政策への期待感と強い信頼感で辞職などの最悪の事態は免れる可能性があるようですね。このあたりは今後も続報を追いたいと思います。そして最後に、そんな不倫の一番の被害者玉木雄一郎さんの奥様エリさんのコメントが話題になっているのでご紹介します。玉木雄一郎は会見で妻から突きつけられた厳しい言葉についても言及していました。先週末家族と話し合った際には、エリさんと息子からこんな大事な時期に政党代表として何をやっているんだと厳しく叱責されたといいます。さらに記者から、倫理を守れなかった人が国を引っ張っていけるのかと指摘されると、次のように回答しました。まさに妻から全く同じことを言われました。一番近くにいる人を守れない人は国を守れない。玉木夫人のこれらの叱責には土星論だと共感する人が続出します。 X では走行妻への裏切りに怒りの声が上がっています。奥様のおっしゃる通り浮かれすぎましたね。奥様正論、一番近い人を守れない人に国は守れない。奥様の言葉本当それ、一番裏切ってはいけない人を裏切る人の何を信じればいいのよ。一番近い人を守れない人は国を守れない。一番騙されたのは奥さん。今回の不倫問題で奥様も大変傷ついたはずですが、そんな玉木雄一郎さんをしっかり叱責し、国会議員としての意識を正す奥様エリさんはとてもかっこいいですね。いかがだったでしょうか。今回は自身の女性問題をめぐる週刊誌報道を受けて、国会内で記者会見を開き、今後の動向に注目を集めている国民民主党の玉木雄一郎代表をご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。コメントも残してくれると嬉しいです。それではまた。